感動リーグ後期第8節、まだ後期勝ち星なしということで、今日の相手が首位東方地帯にいる、いやー立ちはだかるんですよ毎回。はい、めちゃくちゃいい天気です。おはようございます。こんにちは。あー、こんにちはですね圧倒的お昼でございますね。いや、いいお昼ですね。左折していく、左折していくわ。今日は感動リーグ後期第8節、待ってました。まだ後期勝ち星なしということで、そうですね。そして3試合無得点というね、ちょっと今長い長いトンネルが続いてますが、息が止まっております。はい、はい、後期初勝利取りましょうよ今日。そうだね、まずはさ、キーパーがね、すべて止めれば最低限引き分けなんでね。そうだね、まずそこを目指していきたいなと、うん、本当にね、前回の試合でジャイラーと住人の皆さんからめちゃめちゃ温かいコメントが、そうね、しかも想像以上にね、たくさんね、300件以上来てたからね、うん、コメントをいただけたので、もうさすがにジャイアントもこうなりそうだったんだけど、テンション今爆上がってますねジャイアントワールドを展開するためにはね、うん、やっぱり勝ってる姿を見せないと、はい、いけないと思いますんで、頑張って勝っていきたいと俺はね、思う。トンネルだ、いますよ。イエーイ。今日の相手が、今日の相手がね、首位の東方地帯にいるさ、いやー1位ですか、立ちはだかるんですよ毎回天気もそうでしたけどそうだね、やっぱりね、圧倒的ね、なんか王者みたいな感じでね、戦ってくるわけですよ。向こうはもし今日勝ったら昇格もう確定みたいなのじゃないですか。だけど、うん、うちも勝つと今度は昇格のチャンスがねあるんですって奇跡の昇格があるんだ。皆さん、そう、あるんですって、まあ、天国に行けるのか、それとも地獄に行っちゃうのか、うん、ここでね、踏ん張らないといけないなと。そしてね、そう、相手のゴールキーパーの内藤さん、うん、俺がね、高校の頃にもう内藤さんがそのよくうちの高校でね、公式戦やってたから、見てたんだけど、もうね、本当に憧れのアイドルなのよ。アイドル。俺の中で、うん。で、内藤さんを見て、キーパーでこんなに攻めれるし、守ればこんなになんかこう試合決めれるようになるんだ、みたいな。感動した選手で、ね。その内藤さんがね、今シーズンで引退と。あら。いうことらしいので、優勝で引退を飾ろうと、ね、そうそうそうしてるんでね、うん、そこをね、ジャイはね、うん、阻止していきたい、うん、やっぱり後輩がそこを止めるっていうのがね、うん、思いを引き継いでいくために俺がね、今日勝ちたいと、うん、そう、オッケーオッケーオッケー、そういう個人的な思いを持ってますので、ね、内藤くん待っててね今日の会場がキャモイパークでございますよ。キャモメーキャモメーが飛んだー、まず、はい、今どうせ勝つ1分とは言わない、うん、でも40秒は経った皆さんどうですか今動画何秒持ちましたカモメ多分カットしてると思うなあれ今日ココナッツじゃないですか。あ、今日はね、スイカだ、スイカだ。うわ、美味しいんですか。めちゃめちゃ美味しい、リンゴジュースとどっちが美味しいですか。リンゴです。からの先シエテ温泉にイン、すごい渋滞してる今はい、じゃあ買い物してきます。はい、買い物してきます。この間に私は昼飯紹介していきたいと思います。はい、お母さん食堂サラダチキンスティックでございます。おむしきさん、おむしきさん早く買ってきてよ。オッケー、俺は行くぞそして、お母さん食堂海鮮スティック博多、おむしきさん、うるさい、うるさい、あ、はい、いってらっしゃい。はい、帰ってきました。はい、お帰りなさいませ。何買ったんですか。ポカリ、焼き鮭2、インゼリー2、ネバネバ、引き割り納豆、ベレーネ、ファイト一発、イボミタンデー、ザバグルドリンクの5番。では向かっていきます。はい、あ、そういえばどうしました。こちら GK のインマスクだ。小山社長がね、はい、密かに制作していたらしくて、いろいろ小山社長が考えてるらしいので、続報をお待ちください。部屋の誘惑通りでー、圧倒的グルメストリートだから、焼肉とか和食とか寿司とか何でもかんでもある。最近さ、俺さ、うん、中華マジ食べたくて。中華、そう、王将とか。王将もそうだけど、ほんとなんかこう街の、あー、はいはいはい、中華料理屋さんの漢字がいっぱい書いてあるとこね。そう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 、もうね、やばかったのよあと唯一食べれるね、あの汁なし担々麺大好きなお店があって、はい、そこがね、なかなかタイミング合わなくてずっと食えなかったのよ。そこに昨日行けたのよ。あ、昨日行ったんだ。そうタイムリーだね。俺ね、たびたびツイッターでつぶやいてるんだけど、あー、あれか、お店の名前がね、出していいのかな、あの天下さんっていうね、 お店なんだけど、どの辺にあるんですか。あの鶴見に、もう超大好きなお店なんだよ本当にね、美味しいのね。美味しいのよ。だけどちゃんとね、うん、あのマナーをわきまえる方だけ行ってください。そうだね、俺も今度行ってみたいな。じゃあ今度ね、連れてくんでます。 OK です。ぜひね、あの気になる方はあのチェックしてください。ジャイアントのツイッターをよろしくお願いします。はい、カモメ到着です。到着しました。あのね、今回ですね、うん、圧
倒的企業案件来てます。紹介するの忘れそうになってました。危ない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 。はい、お、何それ。ビタパワー。ビタパワー、こちらですね、マルチビタミン、亜鉛とかマカとか普段の食事で取れない栄養素がぎっしり詰まってるサプリメントみたいな。サプリメントでございます。で、これね、お話もらったのが夏の前ぐらい、結構前だね。結構前なのよ、うん、それからね、ちょっとまあお試しでちょっと飲んでまして、うん、30代になるとね、疲労の抜け感とか、まあ、朝起きづらいとか、ね、あ、若さん30代だったんですか。そうなんです。ピチピチの20代じゃないですね。いや、ゴリゴリの味噌汁。大葉味噌汁なんだよね、はい、ちょっとなんかこういいのはないかなと思った時、ちょうどお話いただきまして、ビタパワー。そうで、これね、実際ね、もう飲んでるんですよ。結構写して分かんないけど、結構飲んでんだよ。もう実はもうないじゃん。そうで、実際飲んでみた感想としては、本当にね、疲労抜け感もすごい良くなってるし、朝の目覚めがマジで良くなった。本当ビタパワーのある生活。ビタパワールーティーンっていうのは、なんか特に亜鉛スポーツやってる人なるべく取った方がいいらしくて、なんかこう体を大きくしたりとか、まあ、それこそ疲労回復とか、まあ、そういった効果がねめちゃめちゃあるので、それをね一気に取れちゃうっていうのが、このビタパワーすごいいい商品だと思います。で、こちらがね、なんかね、新開発されたと、なんかバージョンアップされたらしくて。バージョンアップされたんだ。もともとのやつが俺は気にならないんだけど、なんかね、おいにがおいにちょっとするっていうレビューがらしくて、なんか俺はね、なんかね、うん、ふりかけ系の匂いかなと思うんだけど、まずちょっと嗅いでみて。おかかふりかけみたいな感じだ。そう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 。で、こちらが新商品です。はい。え、全然違う。マジ？え、びっくりする。マス全然違う。あ、全然違うじゃん。嘘でしょ。え、ちょっとフルーティーな感じする。え、え、え、なんかね、なんて言うんだろうな、イメージはラムネ系？ああ、なんかラムネ系のお菓子みたいな匂いになったのかな。いいねいいね。だから最強だよね。最強だね。こちらね、概要欄の方に貼っときますので、気になった方はぜひねチェックしてみてください。ビタパワーの5番でございます。はい。カモメパーク。皆さん、ジャン T シャツぜひよろしくお願いします。あ、ジャイ T だ。はい。概要欄です。お願いします。ゴールキーパー若田。リフレッシュ。後悔したくないんで、本当にね、気持ちで戦ってほしい。過去はね、取り返せないんで、ここから3つ何ができるか、やるべきことをしっかりやると。オーケーですかね。オーケー、アイコー。よし、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 よし。リュウちゃん、今日もピチピチだね。いやはい、ピチンです。はい、ピチン。今日はね、気温がやばい。あ、すごい逆光。あ、すごい逆光。映えてる、映えてる、映えてる。うん、俺が、グランドが。え、俺じゃなくて。はい、グランドが映えてます。ありがとうございます、はい、やっぱりね。あー、走ってる。頭でいけ、頭でいけ。おお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 さん、ちょっと前回負けちゃったんですけど、ちょっと勝利の女神をね、やっぱここに降臨させてくれないと。じゃあチーム戦で戦いましょう。いざ。よっしゃ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 。5、4、3、2、1。はい、いい顔だ。熱盛りくれよ。オッケー。今日の試合が、タケルが天国に行けるか地獄に行けるか本当に分かれ目だと思いますので、今日はみんなの声援を背に頑張りたいと思います。チーム一丸で楽しんで勝ってきます。行きましょう、マス。レッツゴー。エンジョイ。
行こう。オッケー。顔上げて、顔上げて。行こう行こう行こう。戦いましょう。はい。ストップ。行こう。ゴーゴーゴー。体を取る。やらせて。クリアー。これ勝て。クリアはい、お疲れ様です。0対1で、まあスーパーゴールでしたね、あれは。あれはゴラスだね。あれは密着史上最強のスーパーゴールでした。残り延期分入れて2試合ということで。今日もね、苦しい戦いではあったけど、まあ結構ボール持てる展開もあったし、まあ楽しくやれたところはあるから。まああとは本当結果出すだけかな。うん、まあ本当にね、まあ最初朝にもね言ったけど、すごいこう応援をねしてもらってるんで、毎回なんかこううまくいかないみたいな報告だったんで、ちょっと申し訳ないんで、次こそは勝ちにね報告をして、満面の意味でふざけたいんで、やっぱねちょっとねここまで勝てないとね難しいね。まあそうだね。まあちょっとまあお腹空いたんでグルメ食べて。そうね。グルメ食べよう。グルメ行きましょう。よいしょ。はい。はい、今日のグルメも茂木温泉でーす。茂木温泉入ります。はい、じゃあ帰ってきます。はい、帰ってきました。です。何買ったんすか。野菜生活ソイプラス豆乳バナナミックスと。うまそう。ちょっと向き合っていくと。向き合っていくと、うん、新商品でございますね。おー、なんだこれ。ほうじ茶クレープでございます。本日はこちらとこちらのみと。おお。本日はフィッシュケーキをお休みでございます。お休みでございます。本当に皆さんに応援していただいたにもかかわらず、調理を届けることができなくて申し訳なく思っております。本当は夜ですが、こうしたい気分でございます。勝ったらね、はい、勝てたらね。本当ね、うん、でもちょっとね、あと2戦もうここはね、残留争いに入ってしまったのを受け入れて2連勝ね、うん、していくと。で最終的には2連勝できればみんなで笑って終われるんじゃないかという感じで思ってますので、続き応援 していただけたらとても嬉しいです。本日は控えめに、高評価、チャンネル登録、コメントをお願いしたいと思います。はい、ではまた会いましょう。じゃあと。はい。